ワン。いいと打ちますね。もっと前の方に来てください。パーティーしましょう。それでは二階さん始めていきたいと思います。セコアクト、コーコークオーク、8小節3本勝負、レディーファイト。袋も札幌もマシュが今マシュに出す。みんなが待ちわびた何か見たいかって。いや、池袋の怪物アクトがマイク繋ぐと、ダイムクラウドがハイスクバンドとかみんな見たいんだよ。だからこそ応援伝統し、今日のためにただライブを磨いてきてるんだよ。だからこそ、ここでいい対決、一対決までこの引退決、引退決にさせるまでやってやるよ。そんなの知らないです。お前がなぜ決を叩くような感覚のこれが応援対決。正直にやりたいです。お前の所持金が全部ぐらいになるまでやりたいです。公式保留が来ます。大丈夫だろう、こうやってやってる。それが俺とお前の陰の組み合い方。マジ陰の踏み合い方。だけど踏まないで相手お前だけにいくつみたい。お前にとってライブってどんなもんだになってくれ。追い越した、追いも来た。だけど追いも止める、追いも止めるくらいにライブを振ってきたあなたが目の前にいる。いや、年齢を重ねる、憧れに侵される。だから人生を謳歌させる、楽が王冠を支えるまでやるんだよ。いや、だけどのことは、あんたが中心だってことは重々承知。いや、だからこそ言ってやるよ。この経験は宝。ライブクラウドは今から閉店だから。俺は自分が上級者と重々承知。分かってる、鉄の方ですぐ踏む思い。あんた注文の日が来ても大丈夫。今日は給料日。ポツは優勝期。だって自分が持ってる王冠。分かってる王冠。つまりどっちがなるキングなのは、分かる、インフォードがどっちがうまいのかって話じゃない。俺は正直頭が回ってない。でも大丈夫。札幌先生一切分かってない。頭が回ってない。だからみんなが笑ってない。だけどあんただけは分かってない。もう俺にはかなわない。そりゃそうだ。気持ちやリズムがビートに焼き付く。長野から王冠キング、緑が居着く。いや、だからこそこのビートだけは負けられない。袋の信念、大暴風。だったら負けられない。東京から成り上がり、まるで東京リベンジャー。札幌一番をぶん殴る明星インベンジャー。だから行動にしてんだよ。マジで相当インベンジャーのことばかりしてんじゃねえよ。言葉にしてんだろうが、お前があった俳優、俳優なら主役と脇役、つまりフラットなやつ、うまく使います。大丈夫だよ。俺ならば進行、因縁は無尽蔵、海には偽物スキー場、違うって言っとる北シーの無人島。いや、お前は入っとけよ、ルーズズのフリーボール。じゃあ判定に移りたいと思います。決まってますか？大丈夫ですか？ではいきます。セコーアクト、ココクオーク、勝者アクト。申し訳ない、ありがとうございます。キューさんの